もう夜ちょっと遅くなってしまいましたが、これからですね、コインランドリーに向かいます。これだけのものを、これ結構かさばってるね、やっぱりね。まあまあね、はい、持っていきます。頑張ります。今日は冬のスカーンと抜けた暗い空です。星がやはり多いんですが、このカメラではちょっと捉えられてないかな。ほぼ真上にオリオン座ですね。その近くを今飛行機であろうものが通り過ぎていっています。UFO 画像じゃなくてごめんなさい。はい、入る？入るね。本当大丈夫かな？回るかな？大丈夫だね。何キロまでいいって書いてある？16キロ。閉まるのでは。どう？それからコイン。コイン？あ、コインか。もう閉まらない。これはそういうものみたい。これで閉めるんじゃない？ちょっと調べよう。ま、洗剤を入れました。家から持ってきた洗剤です。そして10円、100円を入れます。そうだね、これは見て、まず洗剤を入れたら、どちらかのボタンを押してください、お金は入れずにこれってことか、ソフト洗い、これを押せばいいかな、そうだね、はい、で動いたかな、これがピュッてなった。本当、で定額の金額を投入するとスタートします。3、4、5、6、はい、おお、動いた。これもソフト洗い、はい、スタート。28分35分。じゃあこれで、このまま置いといて、今が46分だから買い物10分でいい。15分。そう、じゃあ温かいもんでも買いましょうか。残り1分です。あ、こっちは0分になりました。じゃあ30秒後があったね。開いたよって、いいよって言うのかな、この人。ピーピーとか、お家の方に言うのか。こんな機械っていうか、この後乾燥させるんだけど、乾燥機なんてうちないけど、あったらまたブレーカー飛ぶね、確実に。開けてみる？いいのかな。30秒間はドアがロックされていますかね。ロックされてるってことは、開けてみて開くんだったらいいってことだね。開いた。はい、やったー。はい、重い？はい、濡れてる。はい、じゃあ頑張って。こっち持ってたの。どれがいい？そこ置いちゃうと、これに開けてみる。そうね、これの中身開けてから。ここに入れてから開けるか。全然だよ。ここでここ。うん。大丈夫かな。まあ、もう一個ずつにしようか。よいしょ。よいしょ。これはこのラインよりも上か。こっちかな。それかこれ開いたらいいのか。一個一個入れるか。
じゃあこっちです。こっちはあれ、それは100円で8分、2分、そういうことですね。まあ仕方ないですね。はい、とりあえず40分やることにしました。はい、まず1枚入れるよ。はい、これで8分、あとシワ60分って書いてあるから、これぐらいにしといた方がいいのかな。じゃあ、あと5枚ぐらいする。はい、完成しました。ふかふかになりました。そして、もう一つは、あと7分ですね。はい。今帰ってきました。この洗濯物もふかふかになりましたよ。よいしょ。はい、ジャン君。その間に、どっかでおしっこしてないよね。大丈夫ね。大丈夫だね。はい、大丈夫そうです。よかった。思ったより安くですね。まあ、小さめの、羽毛布団というか、と、マットですね。マットっぽい、敷布団。小さい目ですね。これ、それぞれ1000円くらいで出来上がりました。そして、もうふかふかになっています。他のもやろうぜっていうことに今日、夫婦で話し合いました。